ゾーン今だけではスタッフを募集しております。特別養護老人ホームって言いますと、今は要介護3の方がたくさん入られております。年齢はもう最高齢の方で今104歳の方が入っておられます。で20年経ってますので、老朽化しているところもあるんですけれども、まだ新しい母体がいいので明るい施設だと思っております。最初はやっぱご利用者入居者様のお顔と名前を覚えていただくことが第一番やと思っております。介護を覚えるということが先決で言われておりますけれども、介護ではなく人と人とのつながりになりますので、やっぱそこを大事にしていっていただきたいなと思っています。免許のない方でも介護を一度やってみたい、お年寄りのお世話をしてみたいっていう方待ってます。お年寄りの方の、お食事や、排泄、お風呂のお手伝い、介助っていうのを、全般にさせてもらっています。家から通える距離っていうのもあるんですが、一番は見学させていただいた時に、その思ってたよりもこう明るい雰囲気で皆さん仕事されていて、すごくそこがいいなと感じましたので選びました。介護の仕事っていうとやっぱりきついっていうイメージがあると思うんですけども、一度施設の方に見学に来ていただければちょっとイメージがまた変わるんかなと思いますので、一度来てみてください。介護のことがですね、少しでも興味のある方がいれば、ぜひ、来ていただきたいと思います。経験が、ない方もある方も、本当に希望しておりますので、いつでも、見学だけでもお越しください。ご応募待ってます。メゾン今だけで私たちと一緒に働きましょう。メゾン今だけのスタッフ募集は福井テレビのジョブチャンネルで、ご応募お待ちしております。